それでは早速ですね、極印所情報丸当たり、GPS モバイルサイトマッピーというのをですね、私のですね、昨日のちょっと体験をもとに、説明をさせていただきます。私昨日ですね、福岡の博多から、札幌やってまいりましてですね、ちょっと方向音痴なもんでですね、札幌とか初めてやけん全然わからんたけど、ちょっと方言も出るわけです。ここでですね、早速マッピーを見まして、ここに自分がいるな、そしてマークは、目的地のですね、白子のホテル、ここにあるな思いまして、結構近くにあったのでですね、ちょっと一服して、行こうかなということでですね、近くの、カフェのクーポンをゲットしてですね、喫茶店でちょっと一服をしておりました。そうするとですね、しまったと、ちょっと社長とですね、待ち合わせをしたの忘れたと、やばいということですね、社長どこだということで、社長ここにいるなと、案外近くにいるなということで、そこから向かったんですけれども、ちょっとですね、機嫌が悪くなっていると思うんで、ご機嫌取りも含めてですね、美味しいラーメン屋に行こうかなということで、ラーメン情報 OK なんですけれども、私がですね、非常にラーメンが大好きで、美味しくないラーメンは食べたくないんですね。ですので、本当にですね、地元の人が美味しいっていうラーメンを食べたいなと思って、そうだ、近くにいるですね、マピーの会員に聞こうということでですね、マピー上からですね、近くにいるユーザーに、直接、メールで聞くことができるんですね。美味しいラーメン屋さんないですか？いや、まだ情報欲しいです。塩ですか、味噌ですか、距離ごとにですね、いろんな人から、情報を集めていて、なるほどと、すごいいい情報集まりましたと、ここだったらちょっと並ぶかもしれないけど、やっぱ行きたいなということでですね、昨日ですね、非常にマッピーの、おかげでですね、美味しかったです。ちょっとお店間違えた、間違えちゃったんですけど、ここでですね、結局社長ともちょっとはぐれちゃってですね、でも社長とも近くにいるな、社長もいたんですねというようなですね、ちょっと話から停止しまったんですけれども、実際ですね、マッピーの方を見ていただきます。こちらがですね、PC で見るモバイル画面なんですけれども、どういった動きをするかというとですね、こういった形でですね、一見アプリに見えるんですけれども、フラッシュの 1.1 で作ってます。動的に収集されていまして、例えばですね、友達の情報を見たりとかですね、クーポンの情報ですね、このクって書いてあるのがクーポンなんですけども、自分の近くのクーポンを探したりとかですね、友達とか、みんなのですね、口コミ情報ですね、こういったのを、現在地からですね、見れる。で、フォーカスしたときにですね、キャラクターになるんですけれども、このキャラクターがですね、投稿したときの気分というのを表してまして、自分の付近のですね、ブログだったり、友達の気分だったりですね、そういうのを一覧で分かる。で、使ってますと、結構こう、操作するのが面倒くさくなってくるので、そういった場合はですね、サーブっていうのでですね、自分の近い距離の情報ですね、パチンと連動で、こういった形でですね、モバイル上で、見れるというですね、今まで、なかなかお会いなかったユーザビでございます。で、こういったですね、機能をですね、受けて、無料で、提供していくわけなんですけれども、ちょっとテンパってまいりました。はい。今見ていただいたですね、サイトに関しては、すべてユーザーさんには無料で提供してまして、そのためにですね、広告の方、新しい広告のメニューというのを考えておりまして、例えばですね、私のように、30代の男性、そして、ススキの周辺にいると
そして気分、まあ、お腹空いたという気分のユーザーに対して、実情でですね、まあ、ビール無料ですよというような、まあ、ローカル的なですね、広告が売っているんです。まあ、プラスですね、逆に店舗側からですね、私のようなユーザーに対して、まあ、例えば10キロ以内に100人とそういったユーザーに対して告知型でメールが売っている。まあ、例えばあの店舗さんが街中でこうチラシとかを配っていると思うんですけれども、あの非常に面倒くさいと思うんですけれども、まあ、これでやればですね、あのもう2秒ぐらいで終わっちゃう。しかも角度の非常に高いユーザーに借りるといったところで、店舗をメインクライアントに考えています。そしてマッキー自体はですね、まあ、ユーザーさんに足を運ばせる、メディアというふうに位置づけてまして、今後ですね、まあ、ユーザーさんの行動ターゲティングであったり、まあ、来店ポイントの仕組みといったことを、まあ、展開に考えております。最後になりますが、まあ、我々の力だけではですね、どうしても力足らずなところがありますので、ぜひとも皆さん、ご協力お願いいたしますということで、終わらせていただきます。ありがとうございました。